ああ、一巡しちまったよ。一周犬がびっくりしてる。犬が逃げちゃうんです。俺がね、大きな声で喋っちゃうのね。パスワード中開いちゃった。何しよっかな、まあ、冷たい麦茶持ってくっか。なんかね、もう再生回数欲しいからさ、なんか今沸騰中のワードに全部語尾に嘘つけてさ、嘘暴力の嘘ドッキリ嘘みたいなね、もうむちゃくちゃなことしてやろうかな。うん、再生回数欲しすぎ、再生回数じゃない、人気欲しい。いやでもそんなしょうもないような、なんか流行見てるよねっつってしょうもないって言っちゃダメだけどさ、こんななんか俺の面白さ理解するにはまだ早いからそいつら。じゃあもう俺雑談するしかないんだな。だってそんなやつら相手にしたって俺の面白さ分かるわけないんだからさ、やっぱ順序があるわけよ。俺は結構最後の方、うん、いや最後でもないけどさ、いやでも順番的にはもうちょっとね後の方だと思うんですよね。なんかオレがついてるぜ、ずっと歌おうかな。オレがついてるぜ、オレがついてるぜ。あれ、トイストーリーのオレがついてるぜで検索するか。オレがいるじゃねえんだよ。オレがね、俺ガイルって何？ついてるぜー。俺が強すぎたみたいだね。絶対ナロー系のなんかあれじゃん。君は友達。じゃあ、歌うか。いや、バンにされないよね、ディズニー。俺の歌うますぎてさ、音源だと思って俺のことバンしないよね。俺がついてるぜ、俺がついてるぜ、辛いことばかりでも君はくじけちゃダメだよ、思い出せよ友達よ、君のすぐそばにいつも俺がいる。わかんねえ。俺がつい、時が流れても変わらないもの。俺よりもすごい奴はたくさんいるよね。だけど俺よりも君のことを気にかける奴はいないよ。時が流れても変わらないもの。それは俺たちの絆。君はトゥモーディアス。はい、ふざけた。もうふざけられずにはいられねえ。いられなかった。クソみてえなふざけ方しやがってよ。のまのまのまイエイピープダウシラゴサディエイ。あ、君は友達歌って楽しかったな。これでバンされたらどうする？なんかタイトルいいのつけなきゃな。羽島恭志郎の真夜中お一人様、真夜中ぼっちんちん、最低だ。真夜中ぼっちんちん？T
聞いときゃね、面白いと思ってんだよな。ダメだよ。そんな面白くないし。ぼっちんちんって何？ああ、もう男性を意味してるってことか。ちんちんってことは。いや、そうですね。いや、今ね、それでちんちんついてるから男ってわけでもないですよね。あんたにめんどくせえよな。LGBT とか。いや、それでそういうのにさ。でも分からないもんはやっぱ分からないから。ね。笑顔で言っちゃうのが、理解のないものは理解ないんで。やっぱりね。うん。そういうもんですから。偏見はある。それが俺。でも偏見ってあるよな。もうクソみたいな環境で育てられるわけだからさ。クソみたいなつまんねえ人間育てられるわけだから。そんな偏見っていうのはあるよ。どうやって偏見を拭っていくかなって思うけど、むずいよな。知らなきゃいけないけど、別に知りたくないしね。どうでもいいから。興味ないから。興味ないことにね、時間をかける暇ないんですよって言ってね。俺が興味ないことに時間かけてるかな。うぅ、危ね。スーパー個人情報があった。大丈夫だよね。メガネの反射。でも最近メガネの反射なくない？もしこれで特定できたらもうダメだよ。何しよっかな。君は友達、いつも俺がいる。辛い時は何もしちゃダメだよ。時が流れても変わらないもん。 No！ マジどうしたって感じですけど、キューズのおおおおおおおのまのまのまえいキープだおしラゴサでヘイトゥルルルルトゥルル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 ルやっぱね、眠くないとさ、まあ、眠いけど、そんな雑談できねえわ。まあ、今日はね、いっぱいお歌を歌ったので、おしまいでーす。じゃ。